日本の競争馬である。主な勝倉は2012年のセントールステークス、2011年の小倉二歳ステークス。場名の意味はフランス語でスパイシーな香り。6月19日の阪神の二歳新馬戦、芝1600メートル。前目での競馬も2着に赤敗。続く京都の芝1600メートルの二歳未勝利戦は2着に6馬身の差をつけて一番人気に応え。 初勝利を挙げた。陣営は、新潟2サイステークスに出走を目指すも、除外の可能性があったため同じ日に行われる、小倉2サイステークスに出走。直線差し切って、重賞初制覇を果たす。同時に大和メジャー3区初重賞制覇となる。この後間を空けて、阪神ジュベナイルフィリーズに出走も、直線伸びず発着に敗れる。大花賞、トライアルチューリップ賞に出走。 二着に入る。しかし、本番の大花賞は直線のビズ15着。続くオークスは先行するも16着に惨敗した。陣営は、この五周歌賞路線には行かず、スプリント路線に行くこととなった。小倉競馬場の北九州記念は、後方から追い込み三着となった。セントールステークスは5番手から、直線差し切り、重賞2勝目となった。そして、 中山のスプリンターズステークスは中段からやや後ろから追い込むも4着に敗れる。休養明けとなった阪急杯は中段のまま伸びきれず9着で中京の高松の宮記念は直線失速して14着に敗れた。休養を挟んで10月のオッパールステークスに勝利するもその後のレースでは惨敗が続いた。一勝もげることなく2014年12月3日付で 競争馬登録を抹消された。引退後は、ノーザンファームで繁殖品馬となる。ありがとうございます。